こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、結構大切な内容を皆さんにお届けしたいなと思ってるんですけども、メンズファッションにおけるジャンルについて細かくしっかりと掘り下げながら皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています。メンズファッションといってもですね、結構ジャンルが様々あって、そのジャンルごとにどのような着こなしがいいのかだとか、NG なのかって変わってくるかなと僕は思ってるんですね。例えば、普段僕の動画を皆さん見ていただいてるかなと思うんですが、まあ それ以外にもいろんなファッション系チャンネルがあると思うんですね。皆さん横断しながら見ていただいてると思うんですが、まあそれぞれで言ってることだとか、推奨するスタイルだとか、微妙に変わってくるかなと思うんですね。例えば僕と MB さんでも違うし、あと源氏さんでも違ってきますし、星場さんだとか、兄貴さんだとか、あとはジェディアファッションチャンネルさんだとか、まあいろんなですね、ファッションチャンネルによって主張が変わってくるのはなぜなのかというと、やはりこれはジャンルが違うからだと僕は理解してます。 理解してるんですねまあ、解説する人のジャンルだとかバックボーンがどこに偏りがあるのかというところで全くですね正解するスタイルが変わってくるのでこのジャンルというものを理解するとじゃあ自分にはどのジャンルが似合うのかなというところが明確になってよりですねファッションというものの理解が進むかなと思うのでまあ、結構今回の動画は重要度が高いかなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこの動画を見終わる頃には自分がどんな着こなしが似合うのかだとか自分は このようなスタイルが結構好きだなっていうところがかなり明確になるかなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょう はい、ということでですね、ここからは具体的にメンズファッションにおけるジャンルについてお話をしたいなと思ってるんですが、本当にですね、今回お伝えするジャンルというのだけではなくて、ものすごく細分化していろんなジャンルってあるかなと思うんですね。まあ、ぜひ皆さんコメント欄で補足していただきたいなと思ってるんですが、まあ、その中で、まあ、大人の男性がですね、軸足にするといいような代表的なジャンルというところをですね、今回いろいろと例を挙げながらお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まずはですね、一気にどんなジャンル ジャンルがあるのかをですね出していきたいなと思ってるんですがまず一つ目は綺麗めカジュアルそして二つ目がカチッと系の綺麗めスタイル三点目がアメカジスタイル四点目はトラッドスタイルですねまだちょっと具体的に分かんないと思うんですがまずはどんなジャンルがあるのか聞いていただければと思いますで五点目ミリタリーですとかワークスタイルですねで六点目がスポーツアウトドアミックス七点目ストリートそして八点目がモードという形になっていますまあかなりジャンルが多くてまあ、それ以外にもたくさんあるので所々触れていきたいなと思ってるんです がまずですね、皆さんにいつも見ていただいている僕のチャンネルの軸足ですね、ここをお伝えしていきたいなと思ってるんですが、一つ目ですね、綺麗めカジュアルというジャンルですね、ここがおそらくですね、日本の人口的にも似合う人の範囲が比較的広いところなのかなと思っていまして、だからこそ僕のチャンネルの中ではこのような綺麗めなカジュアルというところですね、ベースとしながら皆さんにファッションの基本をお伝えしてるわけなんですね。ある意味でこのスタイルというのはベーシックでトレンド化 もあるる程度混ざっっててていいいいいいんんでですすが結構自然体なのでいろんなななののろ方へ似合いやすいような癖のないジャンルだと思っていまして例えば、アイテムを挙げるとしたら、カジュアルめのジャケットですとか、無地のシャツだとか、ストライプのシャツだとか、まあそういったちょっと綺麗めなアイテムですね。あとは丸首のニットだとか、ブラック系のイージーパンツですとか、白のレザースニーカーですとか、まあ僕の動画の中でよく上がってくるようなアイテムが、かなりこちらのですね、綺麗めカジュアルのラインに入ってくるような、そんなアイテムになってくるかなと思います。 で、お店で言ったら、やっぱり代表的なのは、ユニクロですとか、グローバルワークだとか、あとはグリーンレーベルですとか、アーバンリサーチだとか、このあたりですね、価格帯抑えめから中価格帯ぐらいのところまで、結構ですね、この綺麗めなカジュアルスタイルを構成するのに便利なお店って、いろいろとあるわけなんですが、このあたりが、大体年齢で言うと、結構幅広くて、20代後半から30代ですとか、40代以降の方でも、結構似合う方が多いかなと思います。まあ、ユニクロのいわゆるライフウェアということで 言葉がありますがいろんな年代の方また国籍も問わずに様々な方にフィットしやすいのがこの綺麗めカジュアルジャンルかなと思ってまして僕のチャンネルもやはり軸足はこの綺麗めカジュアルですしあと MB さんのところもやっぱりですねユニクロだとかグローバルワークだとかそのあたりをお伝えすることが多かったりするので綺麗めカジュアルというところは入ってくるかなと思いますただ僕と MB さんのスタイルでもやっぱり微妙にですね軸足が変わってくるのはこれから先お伝えする様々なジャンルがあるかなと思うんですがそれらの の影響をですね、受けながら自分のスタイルというものが構築されているので、MB さんの提案する綺麗めカジュアルと僕が提案する綺麗めカジュアルもやっぱり異なってくるわけなんですが、このあたりがやっぱりファッションの楽しさだと僕は思っているんですね。で、この綺麗めカジュアルが似合いやすい方というのは、そこは年齢というのは問わずに、ある程度ベーシックで綺麗めな着こなし、第三者から見た時に好印象を得られるような、そんな着こなしを目指している方にはですね、非常に相性がいいかなと思います。ある意味で悪く言ったら無理 海無,無臭なんですね。そこまで個性が明確なスタイルではないし、ファッションがめちゃくちゃ好きな方が、このジャンルをですね、愛用するということはそこまでないかなと思うんですね。ですが、オシャレがよくわからない状態から、まず最初の一歩として取り組むには、この、綺麗めカジュアルというところが、最も神話性が高いですし、第三者からちゃんと理解されるジャンルかなと思うので、まずはここからスタートするのがいいんじゃないのかなというふうに思っています。 続いて二つ目のジャンルなんですが、綺麗めカジュアルの中でも少しカチッとした路線になってくるんですが、このあたりはスーツだとかビジネスカジュアルと結構ですね、近しいようなカチッとした綺麗めなアイテムがよりですね、多く混ざってくるようなジャンルかなと思っています。例えば、ネイビーのセットアップですとか、シルエットの綺麗めなボトムスですとか、あとは丸首のニットですとか、シャツもですね、ノータ体で着れるようなワイドカラーのシャツだとか、そのようなものですね。そのようなスタイルって結構ですね、チャンネル チンネルルででででうとととと星場さささんんんすすすかかか以前コラボレレーーショししましたジェディアッカこのような、ちょっとこう、イタリアっぽい雰囲気ですね。ジャケットをメインにしながらの、ちょっと着崩したような着こなしというところが、まあ、すごく近いジャンルになってくるかなと思っています。まあ、僕自身もこのあたりのジャンルはすごく好きで、イタリア系のファッションブランドなんかもよく買っていました。ジャケットだったら、ラルディーニですとか、タリアトーレですとか、ニットだったら、クルチアーニですとか、ジョンスメドレーですとか、 まあそういったちょっと綺麗めな雰囲気ですね。サイズ感で言うと、このあたりはジャストサイズになってきて、よりですね、大人の男性に似合いやすいようなスタイルになってくるかなと思います。年齢層で言うと、やはりですね、30代の後半から40代、50代の方がバチッとハマりやすいのが、大人の綺麗めカジュアルというところになってくるかなと思います。まあ主にイタリアブランドなんかもそうだなと思いますが、あとはセレクトショップなんかで言うと、結構ナノユニバースなんかは、セットアップのスタイルなんかを提案することが多いので、 ちょっとカチッとしたラインに入ってくるかなと思いますしあとはスーツカンパニーですとかユニバーサルランゲージなんかにもカジュアル着も置いてあったりするんですがそういうのはまさしく大人に似合うような綺麗めカジュアルのラインになってくるかなと思います、まあ、このあたりについても僕のチャンネルではたまにですねお伝えすることが多いんですが、まあ、どちらかというとこちらのラインよりは一つ目のちょっとカジュアル感のある綺麗めスタイルというところが僕の軸足になってくるかなと思いますやはり年齢層が微妙に変わってくるかなと思うので40代以上の方で ある程度、綺麗な患者とか清潔感を出したいという方は、このジャンルを軸足にするとすごくいいんじゃないのかなと思っています。 で、続いて3点目のジャンルが、アメカジですね。このスタイルは、日本人にとっては、最も目が慣れているような、そんなジャンルになってくるかなと思います。アイテムで言うと、デニム系ですね。ジーパン、ジージャン、そして、スタジャンですとか、MA1 だとか、あとはチェックのシャツだとか、白のボタンダウンシャツだとか、このようなですね、アメカジスタイルのアイテムというのは、パッと思い浮かびやすいですし、いろんなショップでも、もちろん取り扱いがあるので、まあ、僕ら世代にとっては、すごくですね、馴染みのあるようなジャンルかなと思います。 特に40代以上の大人の男性になってくると、やはり若い頃からアメカジベースで相手も選んでることが多かったかなと思うので、今現在もですね、アメカジベースで着こなしを作ってる方は少なくないかなと思っています。まあ、例えばダウンタウンの浜田さんだとか、所ジョージさんだとか、アメカジのスタイルみたいなところをですね、体現されている方かなと思うんですが、このあたりが似合いやすいのは、やはりある程度40代、50代ぐらいの大人世代なんですが、ただですね、やっぱりこのあたりのスタイルって、すごく安心感 があるんですけども昔ながらのスタイルをしてしまうとちょっとおじさんぽさが出てしまったりするのでそれをどううまくですねアップデートして今の雰囲気に合うように合わせていくのかっていうところがすごく重要になってくるかなと思うんですねそのあたりをちゃんとさえればアメカジスタイルというのは日本人にもすごく合いやすいようなスタイルかなと思うのでこのあたりもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています 続いて4点目はトラットというジャンルになるんですが、このあたりも結構ですね、大人の男性にはファンが多いようなジャンルになっていまして、ある程度伝統だとか歴史のあるようなブランドをですね、ベーシックに着こなすようなスタイルが非常に多いジャンルになっていまして、まあ雑誌で言うとビギンですね、このあたりがトラットのスタイルを得意としているのかなと思っています。昔からあるような伝統としっかりとした技術を持ったブランドが結構トラットと呼ばれるスタイルには用いられるんですが、例えばイギリスのマッキントシュですとか、 先ほども名前出てきましたが、ジョンスメドレーですとか、あとはバブアーですとか、セント・ジェームスのボーダーのカットソーですとか、ラル・フローレンですとか、まあ、そのような結構歴史と伝統があって、しっかりとしたものづくりを長く続けているようなブランドというのが、まさにトラードというところに位置づけされるのかなと思っています。チャンネルで言うと、アニキさんですね。この方のチャンネルやっぱり見ていて、すごくグッとくる部分があるんですが、大人の男性が好きな、丁寧なものづくりというところに根ざしたような、そのようなものを、 ベースに置きながら構築していくのがトラットなスタイルかなと思っています。まあ、僕自身も結構マッキントッシュだとかバブアーだとかセントジェームスだとかいわゆる昔からあるような定番的な位置づけですね。そういったアイテムというのは今でもクローゼットの中にたくさん並んでいますし、好きでいろと買ってきたジャンルでもあるんですね。20代前半からビギンを読み始めていろんなブランドに触れてきて名作ブランドのですね魅力に足を踏み入れていったわけなんですが、まあこのあたりもすごく奥が深くて非常に楽しいジャンルだと思っていますし、 実は、綺麗めなカジュアルなスタイルと、このようなトラットのスタイルっていうのは、結構相性とか、親和性が高いかなと思うんですが、まあ、ユニクロですとか、グローバルワーク、グリーンレベルだとか、このような、ある程度綺麗めなベーシックなスタイルの、次の一歩として、ちょっとこう、トラットのアイテムですね、バブアーのアイテムを入れてみるだとか、靴はちょっとオールデンを履いてみるだとか、コートちょっと頑張ってマッキントッシュを着てみるだとか、意外と相性が良かったりするので、このようなトラットというスタイルがあるということも、頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いて5点目なんですが、ミリタリーですとかワークというものなんですね。この辺りは結構 結構ですね、根強いファンがいるジャンルで、まあ、古着屋さんとかに行ってもミリタリーですとかワークウェアっていうのは年代物がですね、結構高値で取引されたりするわけなんですが、まあ、本格的なミリタリーワークウェアというものをですね、愛用しているような方々もいらっしゃるんですが、このようなミリタリーワークというジャンルというのは結構ですね、いろんなブランドの元ネタとして使われていまして、例えば綺麗めカジュアルというジャンルでも結構ですね、ミリタリーワークをですね、軸としたようなアイテムって多いんですよね。 例えばユニクロを思い浮かべていただきたいなと思うんですが、シャツアウターみたいなジャンルもミリタリーワークのですね、影響を思いっきり受けていたりだとか、あとはカーゴパンツみたいなものも取り扱いがありますし、セレクトショップのオリジナルなんかで見てみても、ワークテイストの軸足にしたようなアイテムはかなりたくさんあったりするので、このようなワークだとかミリタリーというジャンルというのはゴリゴリのオリジナルを着るというような価値観もありますが、それを現代的にアプローチしたようなアイテムというのが、結構各ジャンルのベースにあったりするので、かなり欠かせないジャンルな なってくるかなと思いますこれらだけのジャンルでゴリゴリに固めるというスタイルよりは着こなしの中にそのミリタリーですとかワークのテイストをほんのり漂わせるというところはすごく今のファッションとも親和性が高いかなと思うので一つのジャンルとしてこういうものがあるというところはぜひ覚えておくといいのかなと思っています。また僕が好きな結構ドメスティックブランドとかもですねこのようなミリタリーワークをですね軸足としたものが非常に多かったりするんですね。例えばオーラリーですとかコモリですとかブラームスですとかグラフ ペーパーだとか、まあ、いろんなですね、ドメスティックブランドがあったりするんですが、昔から存在して、馴染み深いですね、ミリタリーワークというところを軸足としながら、それをですね、現代的な要素で再構築しているものが多かったりするので、このようなジャンルというところも覚えておくといいんじゃないのかなと思っています。 はい、続いてのジャンルなんですが、スポーツですとかアウトドアのミックススタイルですね。このあたりも僕のチャンネルでは結構取り扱うことが多いかなと思ってまして、ここ数年ですね、さらに盛り上がりが加速してきたジャンルかなと思っています。まあ、服を着る上でどこを重視するのかっていうのは人それぞれかなと思うんですが、なるべくですね、機能的で快適であること、ここを追求する方も少なくないかなと思っていまして、やっぱり休日ぐらいリラックスしたいっていう思いは誰にでもあると思うんですね。まあ、そんな時に、 アアアウトドでですすととかかスポーツののののイテムというのは結構機能性に優れたたものが多かったりするのでこの辺りを軸足にしながら着こなしを楽しむ方もすごく多いのかなと思います。まあアイテムで言ったらスウェットだとかパーカーだとかスニーカーだとかこの辺りがスポーツを感じさせるアイテムですしアウトドアのアイテムで言ったらやっぱり代表的なのは僕のチャンネルの中でもよくお伝えしているナイロン系のジャケットですね。このようなものですね。まあ機能的で使いやすいものを自分の着こなしの中にうまくミックスしていくことですごく ですね、ラフなんだけども今っぽいスタイルが仕上がりやすいのかなと思っています。実はこの辺りのジャンルというのは一番最初にお伝えしたような綺麗めカジュアルともうすごく親和性が高くてセレクトショップなんかに行くと結構ノースフェイスですとかアークテリクスのアイテムなんかの取り扱いもすごく多いと思います。最近だとグラミチとどこかのセレクトショップがコラボレーションしたりだとかこのようなスポーツだとかアウトドアというのも意外とですね様々なスタイルと親和性が高かったりするので一つの要素として覚えておくといいかなと思っています。まあ、先日も動画で出しました がこのスポーツだとかアウトドアっていうのはそのジャンルだけで全て固めてしまうと結構カジュアルになってしまうのでちょっと綺麗めカジュアルのアイテムとミックスしながらだとかそういった感じでですね混ぜてあげながら使ってあげるというのが非常にいいジャンルかなと思うんでこの辺りもぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思いますまあもともとスポーツをやってた方だとか体育系の方だとか今もスポーツやってるよという方は割とこのスポーツミックスのスタイルというのがすごく相性が良かったりするんですね一方でこのようなちょっと爽やかで気取らないよう ななな雰雰囲囲気気ののの方が綺麗めなセッットアップのスタイルとととかかやっっても意外でですね雰囲気と合わなかったりするので自分の人柄だとかどういったバックグラウンドを持っているのかで似合うジャンルっていうのは変わってくるというところも理解しながら自分のジャンルどこが似合いそうなのかどうかをですね見極めてもらうといいのかなと思っています 続いてのジャンルがストリートですね。このあたりは僕自身はそこまでですね、取り入れるようなものではなく、大人の男性がマストでやるべきようなジャンルというと、ちょっと距離感があるかなという方が多いかなと思います。かなりオーバーサイズめのですね、アイテムですとか、 キャップだとか、スウェットパーカーだとか、まあ、そのあたりのですね、アイテムをうまく使いながら、着こなしを構成するようなスタイルですね。まあ、最近スニーカーブームみたいなものも、改めて来てるかなと思うんですが、その中でも、ナイキですね、いろんなモデルのものがあるんですが、結構主張があって、レアなものなんかは、ストリートのスタイルとの相性が良かったりするんですが、このあたりはもともとスケボーをやってたりだとか、ヒップホップだとか、そのあたりの文化に造形が深い方だと、すごくですね、親和性が高いかなと思うんですが、そういったバックグラウンドがないと、 なかなかですね、いきなり飛び込めるようなジャンルではないかなと思うので、一応このようなジャンルがあるというところだけですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。 続いてラストはモードというジャンルですね。このあたりも僕のチャンネルの中ではそこまで取り扱うことが多くはないかなと思います。いわゆるファッションの中でも最先端ですね。ピラミッドの一番頂上に位置するのがモードというジャンルになっていまして、流行の発信源、一番最新の部分がこのモードに位置づけられるかなと思います。例えばブランドで言ったらコムデギャルソンですとか、幼児山本ですとか、サンローランですとか、ディオール、メゾンマルジェラですとか、このあたりの伊勢丹メンツ 感の3回ぐらいいに集結しているようなブランドですねこの辺りがモードに入ってくるジャンルかなと思っています。結構言語化するのが難しいんですが、色で言うとブラック一色でまとめたいだとか、サイズ感は昔で言うとめちゃくちゃタイトなディオールオムがあったりだとか、むしろ思いっきりオーバーサイズだったりだとか、色柄に関してもブラック単色のものもあれば結構派手な色のものがあったりだとか、柄もどんと強いものがあったりだとか、ブランドの個性がかなり明確なのが、このモードというジャンルか ブランドごとに世界観がままるで違いますしそこにおけるるファンも全然テイストが変わってくるんですがこのモードというジャンルもあって、かなりファッションが好きな方、なおかつ予算がないと、このモードというのは、なかなか全身を構成するのが難しかったりするんですが、このようなジャンルがもちろんあって、ファッションが大好きな方には非常にファンが多いのが、このモードなのかなというふうに思っています。まあ、僕自身がモードを着るっていうことはほとんどないんですね。本当にアイテムでピー ピンポイントで買うことはあるんですね。例えばメゾンマルジェラのお財布を買ってみたりだとか、スニーカーを買ってみたりだとか、あとはマルニのシャツアウターを買ってみたりだとか、そのようなモードの中でも使いやすいようなものを僕はピンポイントでちょこちょこと使うことはあるんですが、あんまり軸足にするということはないというのがモードというジャンルかなと思います。 とは言ってもかつてはディオールオムというブランドが大好きでお金をなんとかなんとか貯めてコツコツと買っていた時期もあったりするのでこのモードというジャンルにおける憧れというのは今も昔も変わらず持っているのかなというふうに思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、メンズファッションにおけるジャンルについて、皆さんに解説をさせていただきました。メンズファッションといっても、本当に広いですよね。いろんなジャンルの着こなしがあって、人によって、どこを軸足にしているのかは、大きく変わってくるのかなと思います。皆さんもきっと今日お伝えした中で、これとこれとこれ、結構好きなんだよな、というジャンルがあるかなと思うんですね。僕自身も、普段の動画の中でお伝えしているのは、一つ目の綺麗めなカジュアルになってくるかな、と 思うんですが僕自身が普段買い物する時には例えばトラッドなアイテムですよねバブアーだとかマッキントッシュだとかこのようなブランドも好きですしあとは今回ちょっとジャンルとしてはあえて入れなかったんですけどもドメスティックブランドちょっと名前も先ほど出てきましたよねこの辺りのジャンルを買うことが結構多かったりするんですねまあ、ドメスティックブランドで言うと結構ミリタリーだとかワークを軸足にしながら独自の世界観でそれらのジャンルを超えたようなアイテムを作り出しているわけなんですがこの辺りを買うことが多かった だったりとか、先ほどもお伝えしましたがちょっとモードの中ではお財布ですとかバッグですとか小物系をちょっと買ってみたいだとかさらには最近はあんまり買わないんですがイタリアっぽい着こなしも好きでやっていた時期がありましたいろんなジャケットですとかセットアップですとかニットなんかは綺麗めでちょっとこうカチッとしたようなスタイルのアイテムも愛用してたりしてるわけなので本当にいろんなジャンルにまたがって僕自身も買い物をしています皆さんがどれぐらいですねファッションにこだわるのかどうかでもどこのジャンルを選べばいいのかも変わってきますし 皆さんの今までのバックグラウンドですね。スポーツをやってた方だったら、スポーツミックスだとか、アウトドアミックスみたいなスタイルは非常に相性がいいと思いますし、物の背景のストーリーだとか、そういったものが大好きな方だったら、トラットみたいなスタイルは非常に相性がいいと思いますし、ご自身が結構ですね、人からの印象を良くしたいなというところであれば、ある程度綺麗めなカジュアルだとか、あとは、ちょっと年代が40代、50代以上の方であればですね、カチッとした二つ目の綺麗め路線が合うかなと思うので、 そのあたりはですね、ぜひ皆さんコメント欄でどのジャンルが好きなのかなというところも含めてお伝えいただければなというふうに思っています。まあ、このようなジャンルを押さえておくことでご自身がしっくりくるスタイルというのも見つけやすいかなと思いますし、普段いろんな YouTube を見る中で、あ、このチャンネルは割とミリタリーテイストなのかなとか、このチャンネルはちょっとモードっぽい感じなのかなとか、あのチャンネルはちょっとストリート感があるのかなとか、まあ、そういったところの視点がある程度見えてくるかなと思うんですね。まあ、そこの相性みたいなものがあったりするので、まあ、ぜひですね、 これからいろんなファッションチャンネルを見る際のこの考え方も取り入れていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではこんな形でですね、メンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段ですね、僕のこちらのチャンネルの中では、綺麗めカジュアルラインをですね、お伝えすることが多いんですけども、僕自身は結構コアなファッションが好きだったりするので、そのようなドメスティックブランドですとか、セレトショップのオリジナルですとか、あとは時々モードのアイテムですとか、僕自身が好きなちょっとですね、コアなスタイルというのは、もう一つ僕が運営してます、YouTube 週のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に3問のオリジナルの動画と、それに加えて週に1回ですね、ライブ配信も行っています。皆さんから頂い,いたご質問に直接回答してますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンっていうものもやっています。そちらの方では、文書と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をどんどん行っています。こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。